いたーいたードラゴンボールえぐい、もう楽しみすぎるで。あ、どうもよろしくお願いします。スパーキングシリーズ最新作、ゲームとのバランスは分かりません。舐めるなよ。スパーキングシリーズはね、当時やってたんで。行くぜ、こっちか、四角ボタン、こっちか。これ操作ね。で、違う、ジャンプボタンどれ、これか。ちょっと慣れますわ。あ、すごい。だから黙々と言われたことをやってたら、いやー、そう、スパーキングシリーズ当時やってたんでね。友達がね、あのバータ使ってたんですけど、友達はよくバータ使ってて、僕はね、大体ヘルの第二形態と19号使ってた。あの、吸収できるやん。吸収できるからっつって、ね、あーあああ、ちょっと怖いから飛ばしていい。ぜひあの公式のあれで見てください、オープニング。ちょっとあの限界、あ、サバイバー、ちょっと怖い。ちょ、タイトル忘れた。限界突破サバイバー、タイトル忘れました。でも、たまんねえよな、ジレンのやつ。ね、これ。ロード?これさ、PS4 のコントローラーでやってんねんけどさ、あの、丸とバツ逆なのこれって。むずいねんな。スイッチしかやらんからさ。おうおう。チェンロンはいい。とりあえずね、ストーリーちょっとやってみたいんですよね。とりあえずこれかな。ウィスさんじゃないですか。全てが最高。いや、ドラゴンボールって僕大好きなんですよ。まあそれはね、あのガチの人たちからしたらそれはそこまでね。まあでも僕が一番初めて好きになった漫画はドラゴンボールなんでね、ちっちゃい頃から。よいしょ。L2 難易度、通常でいいかな。ピッコロ大魔王から。よっしゃ、ちょっと今日はね、ええ感じに初めのところだけでも やりたくて、マジで楽しみ。いやー、カカロット、僕は一番好きなのは目を覚ませカカロット、あれですね、やっぱご飯の幼少期だね。幼少期ご飯のスーパーサイジン2ね、セル編、あれがちゃん最高ですね。大好きです。まあ身勝手な極意も好き。そういう意味で最近のね、最近で言うたらあれが好き。たまんねえ、身勝手な極意。来た、いたいたいた、一発。この丸ではないのか。違う。この尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠。とりあえず。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんだな。痛い。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ。危ない。いや、全然勝たねえ。おい。これまたね。ワールドセンスどうやってやんの。ワールドセンスあれ、避けるやつか、ワールドセンス。痛い。操作説明を出してくれね。うい。むずい。わからない。痛い。やめて。はいはい、やってるやん。
どこへ、どうやって撃つの。いや、どうやって撃つの。いや、どうやって撃つの。違う、こうやって。ちょ、急にやめてー。うち撃てないんですから。丸ボタンってどういうこと。どうやって、どうやって撃つんや。痛い。ちょ、マジボタンむずいて。こっち、×ボタンね。ん？カメハメハ。R2 と。うん。あ、分かった。痛い。あれ。いけ。うわ、ったったー。ワイルドセンス違う。いいね。あ、こ、かっけえ。来た。ん？むずい。むずいんですけど、操作が。何も覚えれないんですけど。バツボタンこっち？あの、丸とバツの、の違いすら分かってないから俺。子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺して、ここに死体を積んでおくのだ。そんな話だったっけ？もちろん、死体がなければこの息子は死ぬことになる。カメラの画角。明日を楽しみにしているぞ。これあれか、悟空視点ってことか。お父さん。ご飯かわいいよな、この時な。ご飯で、こっからどうするかみたいな話の分分岐点になるんじゃなかったっけ、確か。ラディッツの圧倒的な強さに、悟空はなすすべもなく、ご飯を連れ去られてしまった。しかし、そんなご飯、悟空たちの前に意外なものが現れる。ピッコロ！ピッコロ！紙芝居や。紙芝居が始まった。おめえ、どうしてここに？奴の後をつけてきたのだ。その二人と言っても奴は倒せん。だが、俺と貴様が組めば、倒せる可能性が少しはある。確かに。しかし、おめえが言って、どういう風の吹き回しだ？もうこん時ぐらいからもうピッコロ仲間すぎるよな。勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して、もうピッコロが敵やったことなんてさ、もうピッコロが敵なんて感覚一切ないよな、ベジータ以上に。マジで一切ない。まあ一人、まあさすがにな、さすがに協力するよな。一人で行くバカおらんやろ。ブルマ、レーダー貸してくれ。レーダー貸してくれ。え、あ、はい。そんな敬語やったっけ。あ、はいって。ついてこれるか。ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。あ、この頃そうか、武空術も安定してないんか。てか均等運使ってんねんな、わざわざ。やばいな、そう考えたら。そんな頃なんや。ラディッツにさらわれたご飯は宇宙ポットに閉じ込められていた。
一方奇襲を狙っていた悟空であったがラディッツの持つスカウターにより気配が察知されてしまう。そして正面からラディッツに勝負を挑むことになるのであった。神々はカカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな、いつの間にこの話になってるの。身のほど知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。めっちゃ近い、めっちゃドアップ。我が一族の恥だ、死んでしまえ。来たラディッツ、もう一度ラディッツ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう。はめはめはー、せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるの。うらー、シューラプレゼントしてやる。いたー、シューラプレゼントしてやる。うわー、すごい。ほら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 、孫悟空、やだ。新しいとっておきの技なんかないのか。痛い。つまねえな、手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。ほんとか。ああ、だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。めっちゃやられる。貴様はその間、ちょ、気が散る。ちょ、死んじゃ。死んじゃ。いけー、かっこいい。かっけー。当たった？当たってるやん。あーい。お、決まった。お、来た。ピッコロのあれね、まあ観光殺法ね。ネタバレもクソもない。熟練度アップ。ピッコロ使ってないけど。死ね、カカロット。やばい、死んじゃうよ。ラディッツに殺されちゃう。戦闘力1307。父さんを。いじめるな。かわいい。ご飯かわいいわ、マジで。ドーン。うわあ。これでやられるラディッツのな、情けなさよ。情けねえよな。やめてくれ。あいつはまだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様来た。ピッコロ早くあの技を。あの技って知ってんの？貴様正気か。これね、おめえを倒すんや。俺しか方法はねえんだ。この視点、ピッ、待たせてな。悟空視点。怖い。うおマジで目の前に来た。マジで目の前で撃ちやがった。あ、そいつに頼めば、どんな望みだろうと可能になる。あ、死人を控える。すごい悟空して。くそったり。
だが、おもろいな。聞かせてもらった。この視点おもろすぎねえか。これまでの状況はすべて、遥か宇宙にいる。俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人が ここにやってくるんだ。いつ？一年。たった一年後だ。一年か。まあまあ宇宙でって考えたらそらそうやろな。だからその、あれやな。第六宇宙、第七宇宙とか、そのうんぬんかんぬんでさ、宇宙の話をうわーっとしたせいでさ、ピューンピューンピューンっていけるようなもんやと、感覚がさ、もう瞬間移動とか覚えてからさ、正直移動とか適当にしてはるやん、みんな。だからなんか感覚的にやれけど、このところはちゃんと一年間かかんねんな。やってくるまで。お修行、あれもう来んの？もう来たの？ラディッツと共に死んでしまった悟空だったが、神様から話を聞き、海洋星で修行をすることになった。そして一年も経たないうちに二人のサイヤ人が地球へやってきてしまう。海洋星での修行を終えた悟空はドラゴンボールで生き返り、戦いの場へ向かった。いや、あいや、あの竜の蛇のシーンはないの。あー、ヤムチャー、ヤムチャー、ヤムチャー、出落ち、出落ちやねえげ。あー、出た。サイヤ人が作り出した怪物の呪縛によってヤムチャが命を落とし、他の戦士たちもサイヤ人の圧倒的な力を前に次々と倒れていった。絶望的な状況の中、ついに悟空が到着する。ナッパ、ムッキムキやな。バカな仲間どもが死んじまってショックそういや、もう一匹バラバラになったチビもいたっけな。ピッコロさん、なんだその面は。かっこいいわ。悟空かっこいい、その顔。そんなにあっさりと殺してほしいのか。この海パンダサいよな。ボロボロになった時ダサい。ダサすぎる。ベジータかわいい。そしてベジータかわいい。許さんぞ。貴様ら。ここで海洋拳なんかだから海洋拳使える？海洋拳使えるの？ベジータ、カカロットの戦闘力はいくつになった？8000以上だ。8000以上？それは間違いだぜ。故障だ。てめえなんかがこのナッパ様に。かなうわけがないんだ。うわ。ねえ。痛い。海洋拳。海洋拳。行く。全然。ほら、海洋拳。あ、かっこいい。かっこいい。カカロットのやつ、どうして短期間のうちにこうも力をつけた。すげえ。おお。勝てるぞ。はい。うわ。ああ、なんかわからんけどできた。
うわすごい。おい、はい、元気だじゃあ。ほらー、どこへ塗ってんねんお前。太陽剣。あ、あいつ。いけー、元気だじゃあ。もう目の前におるから。捕らえたー。よっしゃー、はいー、はいー。ちょっと声でかすぎるかもしれない、テンション上がりすぎて。助けてくれ、テンション上がってきた。気持ちいい、気持ちよすぎる。思い出した、あースパーキングシリーズを思い出した、きた、あこれこれこれ。あれ、あ来た来た、ベジータ、ベジータ、ベジータ出た。動けないサイヤ人など必要ない。あ、かっこいいベジータ。実はね、あのなんだ、ドラゴンボールスーパーを見直してたんですよね。あの今度ダイマーがやるじゃないですか、今週。このこれがいつ投稿されてるかわからないですけど、あのダイマーがあるんでね、マジで今ドラゴンボールのやつエグいんですよね。殺しちまいやがった、殺しちまいやがった。そう、スーパー見てたらさ、なんだ、めっちゃクリリン喋ってた。だって、かわいい子。あいつはすごすぎるんだよ。めっちゃクリリン喋ってた。なんか、悟空が頑張ってるんだからみたいな。応援しないとみたいなさ。クリリンのサポート係がすごかった。でもあの時みんな活躍したもんな。クリリンも亀仙人もね、活躍したからね。まあいずれね、このゲームでも体験できると思うけど。マジで熱かったな。改めて見直して。見直したんすよ。力の大会か。力の大会をね、全部見直したんですけど、たまらんかったな。悟空に圧倒されるナッパの情けない姿に、イラだった。ベジータは、ためらうことなくナッパを殺した。危険を感じた悟空は、ご飯とクリリンにカメハウスに戻るよう伝える。そして、クリリンの頼みで戦いの場所を移動することに。来た来た、あのポーズ。あのポーズですか。そして人も動物もいない場所を選び、ベジータに1対1で勝負を挑むのだった。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。よし、あれ、なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。ほほほ、貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。検査される。その時の数値が低いクズ野郎が、うん、貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そうらしいんですよね。そうなんですよね。あのポットみたいに入れられてな。おかげで、俺はこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。余裕やな、悟空。それによ、落ちこぼれだって。これ。必死で努力すりゃ、エリートを超えることがあっかもよ。あっちいな、このね、これなんですよね。では、努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。ベジータの全盛期です。これ、こちらがベジータの全盛期です。いました。早くんの。あ、グミ打ち、グミ打ち。あ、早い早い。早いお前。ちょ。おい、どうしたどうした。痛い。ああすごい、出た、サイヤ人は戦闘種族だ、なめるなよーね。ちょ
強い強い強い。どうしたどうした急に。おらー太陽太陽拳入るか。おベジータでか。おいおいそんな。早起きれんの。俺の外国法は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙この近距離元気玉、近距離元気玉じゃー。どうかヤリック法。下手すぎるお前ヤリック法が。お前何をしてんの。いけ海洋拳元気玉じゃー。海洋拳の元気玉でバカ火力が出るぞ。おっかほらいやベジータ弱、急に弱、急に弱え。太陽拳か元気玉が使い勝手がいいな。やっぱ軽く出るし。いいよいいよ。おもれー。マジおもれー。苦戦を強いられた悟空だったが、力を振り絞り、なんとかベジータの攻撃、ベジータを攻撃で打ち返すことができた。疲れ果てたところへ、これまで身を潜めていたヤジロベエが駆け寄ってくるが、まだかすかにベジータの気を感じた悟空は逃げた方がいいと伝える。そしてベジータが再び目の前に現れ、勝つためには元気弾を撃つしかないと考えたが、ベジータはまたサイヤ人ならではの秘策を持っていたのだった。来た。はじけてまざれ。はじけてまざれ。自分で月を作る。したんだ。尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい、カカロットよ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。 お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。ないですね。僕戻ります。待てよご飯、俺も行くよ。行くってば。うわーやべえ。どうだかカロット。貴様はもう終わりだ。どうなってやがんだ。おざる、おざる化け物。これで気づくんです。え、この時気づいたんだっけ確か。これって、実はっていう、自分もなってたんやってことを。悟空は海王様より教えてもらったとっておきの技を使う決意をする。俺さっきから言ってんだけどな。地球の元気玉、食らわしてやる。でも海王様は海王拳とさ、元気玉を教えたんやろ。で、ヤドラタ星人やって瞬間いいんだやろ。序盤のさ、人たち、マジで万能よな。一般の有能やな。ちょ激しい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 。あ、これなじいちゃんの。そう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 。会場に現れて会場ぶっ壊した化け物っちゅうのも。いた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 。こいつとんでもねえやつでさ。ちょいた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 。オラの気を全部使い果たさねえと。ほらえ死んでんけど。え終わり、負けた、終わり、ゲームオーバー。
あ、やっぱ続くんか、さすがに。だって、無理やもん。勝てるわけなかったもんな、今の。ベジータの攻撃力に倒されてしまった、残された地球の戦士たちを、倒れていき、地球はベジータによって支配されてしまう。あれ、あれ、あーあ、ああ、ああ。あ、やっぱさすがに倒さんかって。ちょ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 。会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのも俺だった。ああ、間に合わん。おじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、多分オラの木をオラ全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。全然勝たないけど、あげたん、謝りに行くよ。よっしゃ、疲れてるって。あ、は、あ、弾けるやん。ちょ、激しい激しい。ちょちょ、しつこいしつこいしつこい。ちょ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 、どう、おかしいおかしい。あ、ちょちょちょ、痛い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 。愛用剣、愛用剣、間に合わんし、だ強すぎる。ちょっと待って、勝たない勝たない勝たない。ちょ、マジでマジでやろ。マジで、急に強い。急に強すぎる。待ってくれ待ってくれ。痛い。もうちょっと。会場をぶっ壊した化け物っちゅうのも俺だったんか。ごめんよじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、たぶんオラの木を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、あの家にまた行ったらさ、謝りに行くよ。ごめん、トン、宇宙の霧になれ。
金玉出すのに精神集中する暇もねえ。たった10秒だけでいいんだ。集中する時間が欲しい。疲れた。疲れた。30分ぐらい戦ってた。はいよーけーん。僕は元気玉を貯める隙を作るため、大猿になったベジータに向けて太陽系を放つ。そして僕はその場から急いで移動すると、これか。なんかさ、トレンドにさ、大猿ベジータみたいなトレンドしてて、これのことやってんだ。これが強すぎるみたいな。マジで強かった。やっぱ大猿はむずいんすよ。ラッシュ攻撃当たらんしさ、ずっと相手がギャレック砲を撃って避けたタイミングで、避けたタイミングでカメハメハを撃つ作業、ヒットアンダーウェイ。でもだいぶ覚えたよな、技は。あーやばい。悟空はこれで終わりだ、カカロット。たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。いやイーたちの最後ペってやつだ。お前そんなことを知ってんのか。これでオラには鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。しろ。お前そんな言葉知ってんの。この俺カカロット、貴様、この俺の顔に傷。これも油断ですよ。ウィスさんによく言われてるでしょ、二人ともね、油断がすぐ油断するって。痛い、あ、痛い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 。せいぜい苦しんで死ね。なんかめっちゃ大猿の口パク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 ってなるやん。今のでずいぶん骨が折れたようだな。痛いか、何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。え、ご飯使うの。あ、ちゃうかった。やじろべえって切って、その後大猿になったベジータの一瞬の隙をついて、やじろべえが尻尾を切り落とすことに成功した。ベジータは元に姿に戻ったが、悟空は動けず、クリリンとご飯の力では弱まったベジータでもかなわない。ここで悟空はクリリンを呼び、元気玉を託してそのチャンスを伺うのであった。出た。元気玉は善人の心もがあれば誰でも打てますよってやつな。これが元気玉だ。やったな。何やどんだけバカ野郎。でご飯がな、いけー。何ヤジロベが言うたんか。で余計なられて、ご飯に来たところを、ね、金星ご飯、そいつは味方だ。で跳ね返せるよっていう、善人の心を持っていればね、跳ね返せるんでね。やっぱこの頃の元気玉ちっちゃいよな。ね、もうブーの時なんてバカでかいし。でご飯か、これ元気玉を受けても立ち上がるベジータだったが、ベジータが作り出した小さな満月を見ることで、ご飯が大猿になり、ベジータを追い詰めていく。悟空はそのベジータにとどめを刺そうとするクリリンを見逃すよう頼み、ベジータは地球を去っていった。これナイスだよね、マジで。これをしなかったらベジータ終わったからな。そしてナメック星の存在を知ったクリリン、ゴハン、ブルマは新たなドラゴンボールがある可能性を存じ
治療が長引く悟空に先駆け仲間を復活させるべくダメック星へと向かったのであった。休憩は？はい。キャラクター解放、ヤジロベ。え？ヤジロベかい。ここまで頑張ってヤジロベ。これでナメック星。あ、なるほどね。え、これ、え？え？あ、ここが悟空のとかの話で、で、こっからが、ナメック星の話が始まるよというところで、戻る。あ、待って、あ、これで全員のやつ見れるやん。ベジータ。ベジータはどっから同じく、そうか。同じの話か。ご飯は、まあ、ご飯はまあセル編がメインか、さすがにね。ピッコロさんは、ピッコロさんもラディッツだ編から。フリーザさんは、フリーザもそうか。で、悟空ブラック。悟空ブラックの話が上るような。で、閉じると。して疲れた。超疲れた。トレーニング。まあ、あ、全ちゃん。全ちゃん。わあ、なんか報酬。なんかすごい。なんかあれか。一応ミッションみたいなのがあんねんな。ん？まだ残ってんの？おっす。これと。ウィッサン。新しいことに挑戦してみませんか？よくできました。チェンロン。よ。ねえねえ、お願いがあるの。すごい引っ張る。来てくれたのね。いっぱい頑張ってくれたのね。悟空。あ。カメハウス。あれ、ここはなるほどね。ポルンが超真珠、マジか。あれ、なんかゲットできるってことなのかな。対戦。ご飯もいるじゃねえか。マジか、ちょっとタイトル持っちゃったということで、ドラゴンボールスパーキングゼロ、パート1でした。マジで苦労した。多分なんとかこれを40分ぐらいにまとめてると思います。まあ、ベジータ戦をね、もうガンガンカットでやってると思うんですけども、こんな感じで、まあ毎日投稿は無理かもしれないですけども、まあ、ちょこちょこ投稿していこうかなと思っております。ぜひよかったらよろしくお願いします。でね、まあ、ストーリー云々かのやり終わったら生放送とかでね、まあ、オンライン対戦とかもできたらいいなと思っております。ということで、以上で終わります。ありがとうございました。